左右の円打ちは相手のこめかみを狙って刃筋正しく打つことが重要です。竹刀を振りかぶりながら踏み込み、素早く竹刀を斜め45度の角度から振り下ろします。左右面の正しい刃筋は左右斜め45度の角度です。このことを常に意識しながら正しい動作で行いましょう。慣れないうちは右手ばかりに力が入ってしまう傾向があります。基本的には打ちの強さを生み出すのが左手、竹刀の方向を操るのが右手と考え、左右均等の力で打てるようにしましょう。